貸し出しの記録は自分でお願いね。禁書エリアの本は貸し出しできないわよ。あら、あなただったのね。か、会えて嬉しいわ。アフタヌーンティーに飲んだ濃いお茶よりも元気が出たわ。仕事中なのに心ここにあらずだな。ジン以外に真面目に仕事する人なんていたかしら。それでお姉さんのところに来たのは何、それとも単に私に会いに来たのかしら。あら、人を喜ばせるのが上手ね。なあ、司書さんのおすすめの本ってないのか。おすすめの本、残念だけど私のおすすめはほとんど禁書エリアにあるから。きゅ、急に不穏な雰囲気が。な、そうだ、テイワット観光ガイドはどうかしら。旅人のあなたならきっと役に立つと思うわよ。なあ、実用的な本だな。借りてみてもいいか。仕方ないから貸し出しリストを見てあげるわ。リサさんの仕事だろ、どこが仕方ないんだよ。あら、残念ね。今は貸し出し中よ。返却期限はとっくに。そういえばまだ返却されていない本が他にもあるわね。まったく、うーん、腹が立つ。気のせいか、周りの雷元素の濃度が急に高く。はあ、面倒ね。返却期限を過ぎた本を回収しないと。そうだ、テイワット観光ガイドを読みたいのならお手伝いなんてどうかしら。今のリサさんすごく怖いぞ。ここは一緒に行った方が身の。可愛い子ちゃんは優しいわね。さてさて、最初は栄光の風ね。じゃあ後で記念品ショップの前で集合しましょう。かわいい子ちゃん来たわね。じゃあ早速始めましょう。マージョリーさん、最近何か面白い商品はないかし。あら、どうしてそんな目で私を見るのかしら。記念すべき日に記念品を選ぶのは当然でしょ。あら、そう思ってくれているの。ま、悪くないわね。あなたみたいなお年頃なら少なからずそんだけ。記念品ならきっとリサさんが気に入るものがあるはずですよ。ご安心ください。そうですね、この方に選んでもらってはどうでしょう。え、旅人が選ぶのか。お一つお選びください。きっとリサさんの心をつかむものがあるはずです。お一つお選びください。きっとお一つお選びください。これは冒険者協会の仲間が、少しボロボロだけど中身は、あ、少なくとも千年の歴。あら、これって北恐竜風光章の失われた第三巻じゃない。これでいいのか。選んだ後は変更できないぞ。
すが可愛い子ちゃん、よくわかってるわ。これは昔の人々の元素力について研究するのにうってつけの代物なの。ありがたくいただくわね。あら、そろそろ時間ね。ではマージョリーさん、バネッサの物語。え、リサさんもバネッサ様がお好きなんですね。それならおすすめの、例えばこのバネッサ様の名前が刻まれた獅子の牙のペンダントとか、バネッサ様がかつて授与し、あ、ごめんなさい、バネッサ様の話になると、もう返却期限が過ぎていたんですか。実はずっと持ち歩いているんで、リサさんと会ったら返そうと思ってて。はあ、バネッサ様を尊敬していることに免じて今回は許してあげるわ。は、はい、わかりました、リサさん。では次の本を探し、鹿狩りへようこそ。2名様ですか？3名だぞ。これは失礼いたしました。お好きな席へどうぞ。ご飯を食べてから本の話を切り出すのか。当然よ、面倒な仕事を優先してたら美味しいご飯もまずくなるでしょ。そこまで仕事が嫌いなんだ。最近ますます賑やかになってきましたね。ああ、早く注文しましょう。よくある酒場のおつまみね。味が濃いから酒好きなお客さんたちに人気だって聞。これでいいのか。選んだ後は変。鹿狩りの看板メニューの一つね。食べてみたいのなら。これでいいのか。注文はできたかしら。じゃあ、ら、柔らかくて味もなかなか。さすが看板メニューね。たくさん食べられないのが残念だわ。スタイル維持は魔女にとってひ、プハー、そろそろいいかしら。サラさんに本の話をしましょう。他にご注文はありますか。いいえ、ごちそうになったわ。あとはイノシシプリン。イノシシプリン、すみません、そのようなメニューはありま、本だよ、借りてた本。ああ、本ですね。ごめんなさい、お借りした後ちょうどお店が半。ごめんなさい、リサさん、仕事が終わったら。ええ、もう忘れないようにね。かわいこちゃん、次の場所に。ムーパイにしようかな。ここで最後よ。え、この二人。あ、そういえば花の香りのないデートはロマンがないって、どの本で読んだのだったかしら。あら、分かってるわね。じゃあお言葉に。あ、リサさんへのプレゼントですか。どのお花にいたします。無評花なら隅っこに置いてあります。本当にこれにするつもり。ただリサさんは雷の力を使うから大丈夫でしょ。これでいいのか。リサさんへ。タンポポは店長のフローラさんが一番。普通花屋さんにタンポポは置かないでしょ。扱いが難しいですし。そういえばフローラさんもそんなイメージ。これでいいのか。タンポポ、ここってタンポポが買えるのね。ジンと同じ爽やかな匂いがするわ。ありがとう。さてそろそろ本題に入ろうかし。本題ですか。お花を買いに来たわけではないのですか。はあ、やっ
ぱりそういう反応をするのね。白の姫と六人の小人は覚え、それは、どうしよう。本、この前そろそろ返却期限になると思っていくら探しても見つからなくて、誰かに取られてしまったのかもしれません。ずっとまく、まずいぞ、リサさん。あら、聞こえているわよ。本当に誰かに取られたのならどんなのせいじゃないわ。責任は本を盗んだその人にある。3倍、いや10倍返しにして支払ってもらおうかし。やっぱり怖い。それについては心配ないわ。私が図書館の司書である限り、全ての本には特別な元素表記をつけてあるの。だから手がかりはゼロじゃない。もしかして本当のリサさんってすごく真面目だったり。かわい子ちゃん、あなたも強い元素感知力があると聞いたわ。やってみる？元素感知力？ああ、わかったぞ。元素資格で手がかりを探して。痕跡を見た感じ、確かに盗まれた可能性。どんなのせいじゃないんだな。けど禁書エリアの本でもないのに盗む価値なんて、変わった独占欲ね。次はどうする。かなり弱い元素反応だけど、犯人は本を場外に持ち、可愛子ちゃんにも見えるわよ。その痕跡をたどって相手の居場所を探します。その痕跡少し強いわね。本を盗んだ相手はここで休憩したみたい。痕跡はまだ伸びているわ。追跡を続けましょう。できます。この周囲にはいないわ。ずいぶん遠くまで逃げるのに。犯人はアジトに戻るつもりか。
綺麗にしませんと。死の風格に気をつけます。これはお仕置き。いや。やみつきにならない。これはお仕置き。封じ。消えるんだ。はっはっと。もう逃げ道はない。この近くにあるはずよ。元素資格なら魔力の流れをたど。Thank you.
遺跡に住んでるのか？モンドの住人には変わった趣味のやつがいるんだな。人をそう一括りにしないでほしいわ。それにどちらかというと犯人は人に好かれないお邪魔虫って感じがするわね。本を盗むなんてヒルチャールらしく盗んだとしても巻き代わりにしか使わないでしょ。そうね、アビス教団の可能性が高いと思う。もともと神出鬼没な奴らですもの。それにこの遺跡の入り口に施されている元素封印も。封印？どう解けばいいんだ？また手間がかかったりしないよ。この程度の元素力で私を止めようなんて、私もなめられたものね。うえ、入りましょう。あ、これが仕事モードのリサさんか。